第二代チチェスター伯爵トマス・ペラムは、イギリス及びアイルランドの政治家、貴族。1756年4月28日、後にチチェスター伯爵に女性られるトマス・ペラムとその妻の間の長男として、ロンドンのスプリングガーデンズに生まれる。ウェストミンスタースクールを経て、ケンブリッジ大学、クレア・カレッジへ進学し、1775年に、 マスター・オブ・アーツの学位を取得した。1780年から1801年にかけて、サセックス選挙区から選出されて、イギリス議会の庶民委員議員を務める。また1783年から1790年にかけては、キャリック選挙区。1795年から1798年にかけては、クローガー選挙区。 1798年から1799年にかけてはアーマーバラ選挙区から選出されてアイルランド議会でも庶民委員議員を務める。1783年にアイルランドの数密顧問館、1795年にイギリスの数密顧問館に列する。1801年6月には未だ父が存命中ながら繰り上げ直所により、 第3代スタンマーのペラム男爵を継承して、貴族院へ移籍した。1782年から1783年に、かけては補給長副長官を務め、ついで1783年から1784年と1795年から1798年に、かけてはアイルランド担当大臣を務めた。 1801年から1803年にかけては、ヘンリーアディントンの内閣で内務大臣、ついでランカスター公領大臣を務める。1805年1月8日に、父の死により第二代チチェスター伯爵位を継承する。1807年から1826年までの長期にわたって郵政長官を務めた。1826年7月4日に、 ロンドンのストラトンストリートで死去した。1801年7月、第5代、リーズ公爵フランシス・オズ・ボーンの娘メアリーと結婚し、彼女との間に以下の六子を設ける。ありがとうございます。